風の谷のナウシカ、もののけ姫、となりのトトロ、千と千尋の神隠しなど、これまで数多くの長編アニメーション作品を生み出してきたスタジオジブリですが、あなたはどの作品が一番好きですか？こんにちは、トーストです。ちなみに私は魔女の宅急便です。子供の頃に見たあのワクワク感と異国の世界観が忘れられないんですよね。今回はそんな日本、いや世界を代表するアニメーション会社スタジオジブリの歴史を紹介したいと思います。それでは行きましょう。ジブリの歴史を語る上で欠かせない重要人物をこのチャンネルでは4人に絞って説明したいと思います。その4人というのが高畑勲、宮崎駿、鈴木敏夫、徳間靖義の4人です。ジブリファンの方なら高畑、宮崎、鈴木の3人は知ってると思いますし、徳間さんのことももしかしたら知っているかもしれません。もちろん他にも伝説的なアニメーターの近藤義文さんや楽曲担当の久石譲さんなどジブリに関わる重要な人物はたくさんいますが、今回はその中でもこのとてつもない個性を持った4人にフォーカスを当て、スタジオジブリ創設から現在に至るまでの歴史をご紹介したいと思います。まずはじめにスポットを当てたいのは、後に名優となるほど多くの作品を共に手掛けることになる宮崎高畑コンビの出会いについてです。スタジオジブリにて蛍の墓や思い出ポロポロの監督を手掛けることになる高畑は、現在の東映アニメーションである東映動画に所属していました。その東映動画に宮崎駿が新入社員として入社したことで、今後のジブリを作り上げる2人は運命的な出会いをすることになります。出会ってすぐお互いの才能を認め合う2人は、東映動画で様々な作品に携わり、1968年には共に3年がかりの大作太陽の王子ホルスの大冒険を作り上げることになります。当時東映動画ではジブリ作品のような劇場用の長編アニメーションのみを制作していましたが、時代はどんどんとテレビの時代に変わっており、その風潮に合わせるように高畑は宮崎駿を説得し、共に東映動画を退社、現在の新映動画の前身である A プロダクションに移籍、そして劇場用の長編アニメーションだけでなくテレビアニメの創作もするようになります。そこで2人はルパン三世ファーストシーズンのテレビアニメシリーズやパンダコパンダの制作などを手掛けた後、そこからさらに移籍をして現在の日本アニメーションである随陽映像に移ります。その随陽映像にて高畑宮崎コンビは最高平均視聴率 26.9% を叩き出した名作アルプスの少女ハイジを生むことになります。テレビアニメで成功を収めた高畑宮崎コンビでしたが、それからもテレビアニメの制作に関わるうちにいつしか一つの答えにたどり着きます。自分たちが目指しているリアルでハイクオリティなアニメーション作り、人間の心理描写に深く入り込み、豊かな表現力で人生の喜びや悲しみをありのままに描き出す。これを実現していくのにはやはりテレビという予算的にもスケジュール的にも制約の大きい媒体では不可能である。高畑宮崎コンビがこのような答えにたどり着く一方で、ジブリ創設に欠かせないもう一人の男、鈴木敏夫は徳間書店という週刊朝日芸能などを出版する出版社で勤務しており、児童少年編集部という部署に異動をしたところでした。そして1978年その編集部で新たにアニメ雑誌アニメージュが創刊、そして発行されることになります。そのアニメージュの中で鈴木は当時注目を浴びていたアニメーション作家宮崎駿を初特集することになり、この二人は出会いを果たします。鈴木は宮崎駿の才能に惚れ込み、スタジオジブリの原点となる作品である風の谷のナウシカを徳間書店が創刊するアニメ雑誌アニメージュの中で連載することを決定します。当時の宮崎は高畑と共に所属していたテレコムアニメーションフィルムという会社を退社しフリーとなっており、一時期はこのナウシカの連載だけが仕事であったそうです。その後鈴木は宮崎駿と共に風の谷のナウシカを映画化させるために徳間書店の社長であり、このジブリ創設の重要人物の一人徳間靖義に映画化の企画をし提出することになります。この徳間靖義という人物はその名前の漢字の読みから愛称で豪快と呼ばれるほどパワフルな人物で、本業の出版業だけではなく幅広い事業展開をして徳間グループを築き上げた人物でした。そしてこの豪快な徳間は当時一般的では無名だった宮崎駿を大物と認めて映画を制作するチャンスを与えることになります。無名の宮崎駿を監督にし、それまで全くやってこなかった映画に莫大なお金を落とすというのはとてもとてもリスクが高い決断で、この時の徳間社長の決断がなければナウシカは映画化はされず、ジブリも存在しなかったかもしれません。そんな徳間社長の勇気ある決断は、実はその後作られていくジブリ作品の特徴と呼ばれている 3H と共通しています。 3H とはハイリスク、ハイコスト、ハイリターンであり、莫大なお金とリスクをかけて大きなリターンを得るというまさに豪快な捨て身の手法です。
そして1983年に風の谷のナウシカの映画化が決定した際に、宮崎がプロデューサーとして指名したのが長年仕事を組んできた名優の高畑でありました。高畑は当時、自分はプロデューサー向きではないとかなり渋ったものの、鈴木敏夫が、高畑さん、あなたは宮崎さんの友人でしょ、その友人が困ってるんですよ、そんな時にあなたは力を貸そうとしないんですか、とパッションで説得。高畑はナウシカのプロデューサーとして関わることになります。そして徳間書店が出資し、宮崎監督の下で高畑と鈴木が2人で制作拠点となるスタジオの選定や人材の確保などに奔走し、風の谷のナウシカの映画化が完成されました。宮崎駿と高畑の偶然の出会い、そして宮崎駿に惚れ込んだ鈴木敏夫の情熱と、徳間書店の徳間義康の先見の目と決断力、この一つでも欠けていればジブリはスタートすら切れていないのでした。現在でこそスタジオジブリのプロデューサーとして名を挙げている鈴木敏夫さんは、当時を振り返りこう言っています。僕はプロデューサーという仕事を、この時プロデューサー初体験だった高畑さんから学んでいくんです。この風の谷のナウシカはジブリ作品と認識している人が多いかもしれませんが、厳密に言うとジブリはまだこの時には存在しませんでした。制作拠点となっていたアニメーション会社はトップクラフトという会社で、宮崎高畑らはフリーでそこに参加をするという形でした。そのナウシカは大成功を収めて、宮崎はこの映画で得た資金を有意義に使いたいと提案します。そして今度は高畑が監督する映画を作ろうと提案することになります。そして高畑は水の都福岡県柳川市の風情を捉えた映画柳川掘割物語を撮影することになり、高畑が脚本監督を務め、宮崎の個人事務所二馬力が制作を担当しました。しかし高畑があまりにも巨額な制作費を費やしたため、宮崎がナウシカで得た資金と用意した資金を全て使い果たした挙句、宮崎の自宅を抵当に入れざるを得ない事態とまでなりました。困惑した宮崎は徳間書店の鈴木敏夫に相談し、柳川掘割物語の制作費を回収するにはもう新作アニメーション映画を制作し、その収入で賄うしかないとの結論に至ります。ヒット作品を作らなければ家も失うという絶体絶命の状況でした。そうして宮崎と鈴木は新作映画天空の城ラピュタの制作を目指し奔走することになります。しかしナウシカを制作したトップクラフトはもうすでにその時解散をしており、鈴木と宮崎はラピュタを制作してくれるアニメーションスタジオを探す必要がありました。なかなか制作会社が見つからない状況が続いたある時、高畑がふとこんなことを言いました。なら一層スタジオを作ってしまいませんか。この提案に鈴木が社長の徳間に掛け合って、徳間は宮崎高畑らの映画制作のために吉祥寺の貸ビルのワンフロアにスタジオジブリを設立しました。つまりスタジオジブリの初代創設者はこの徳間康義だったわけです。なぜそんな貸ビルのワンフロアだったかというと、当時はここまでジブリが続くとは誰も思っておらず、成功をすれば次をやり、失敗したら終わりというスタイルだったため、作品ごとに70名ほどのスタッフを集めて終わったら解散っていう感じだったので、作業できればどこでもよかったみたいですね。そしてラピュタ制作のスタジオができたのは良かったのですが、今度は制作中に資金がなくなってしまうという事態が発生。そんな時に宮崎が徳間社長に掛け合ったところ、徳間社長はこう言いました。金ならいくらでもあるぞ、銀行に、と言い銀行からお金を借りて支援をしていたようでした。ちなみに鈴木は徳間社長のことを、銀行からお金を借りるのは本当にうまかったと述べているようです。そうして制作した天空の城ラピュタは77万5千人を日本国内で動員し、高い評価を得ました。またその後、隣のトトロ、蛍の墓を徳間社長自ら配給会社に乗り込んで作品を売り込んで話をまとめたり、鈴木が魔女の宅急便を日本テレビやヤマト運輸と提携してヒットさせる手腕を見せるなど、ギリギリの状態の中でもパワフルな4人を中心にジブリはどん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 とその存在を大きくしていきます。その後1992年には宮崎駿の提案で小金井市に現在もある新スタジオを建てることになるのですが、なんと紅の豚を作りながら、その傍らで新スタジオの設計図や完成予想図も宮崎自身で書いて、どちらも同時期に完成させるという、まさに人間離れした働きをしています。それから2005年には徳間書店からスタジオジブリが完全に分離し、株式会社スタジオジブリに称号を変更、代表取締役プロデューサーには鈴木敏夫さんを置いています。宮崎駿さんはその後、もののけ姫やハウルの動く城など大ヒット作品を作り続け、千と千尋の神隠しでは映画の最高権威であるアカデミー賞長編アニメ賞も受賞しました。そして宮崎駿さんは風立ちぬで一旦は現役を退いたものの、最近新作君たちはどう生きるかの長編アニメーションを描いていることが発表され、その公開は2023年だと言われています。また
宮崎駿さんの息子である宮崎五郎がジブリから4年ぶりとなる新作アーヤと魔女を2020年12月30日にテレビで公開すると話題になっています。こちらはなんと全編 3DCG という従来のジブリの枠にはまらない作りになっています。現在徳間靖義さんと高畑勲さんはもうすでにお亡くなりになっておりますが、スタジオジブリの創設と繁栄に大きく貢献していただいた2人でした。ジブリという意味の語源はサハラ砂漠に吹く熱風を意味するもので、第二次世界大戦中のイタリアの軍用偵察機の名前に使われていたものを飛行機マニアの宮崎駿が知っていて、日本のアニメーション界に旋風を巻き起こそうという意味で付けたとされています。まさにジブリはこの4人を中心にその名前にたがわぬ旋風を起こし、現在の日本人の心に残り続ける作品を見続けてくれたと思います。今回はジブリの歴史をこの4人を中心にご紹介しましたが、このチャンネルでは会社の歴史などを分かりやすく紹介していきたいと思います。それではまたお会いしましょう。